はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回はあの炎上とか何回もしまくってるコムドット、YouTuber のコムドットがまたやらかしたぞーっていうことで大炎上してるというようなお話なんですよね。まあ簡単に言うとですね、今有名なね、曲があるんですけど、その曲を勝手にカバーして、 勝手にカバーしてるはずなのにオフィシャル公式のミュージックビデオだぞーっていうことでコムドットが出してるということで他人の曲を、えー、俺たちが公式 MV、UM、ミュージックビデオ出すからよーって言って投稿して大炎上してるんですよね。 ま、炎上ばかりしている問題児 YouTuber がオフィシャルの意味も分かってなかったっていうようなね、そんな話なんですよ。まあ、なので、この有名な曲のファンの人たち、アーティストのファンの人たちからボロクソに叩かれてしまうっていうのはそんな話なんで、それを見ていこうかなと思います。元つのチャンネルではジジニュースケのことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、コムドットが BBBB BB のカバー MV を公開、タイトルのオフィシャルミュージックビデオにツッコミが 続出し謝罪する事態にっていうことで これ、ブリンバンバンボンっていう曲になるわけなんですけど、まあ、ちょっとずつ説明していきますね。4月27日、コムドットがクリーピーナッツのブリンバンバンボンのカバー MV を公開。ところが、この動画のタイトルにツッコミが続出し、謝罪する事態となりましたということで、まずこのコムドットなんですけど、えー、こんな感じでね、えー、YouTuber やってて、えー、ただね、登録者がどん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 減ってるんですよね。一時はは400万人超えてたはずなののに、まあ、ここ最近1ヶ月の 中でも登録者が1万人減ってるというようなオワコの方向に行ってるそんな YouTuber になるわけなんですけどまあそのコムドットがですねこんな感じで動画を上げてたんですよねクリーピーナッツの曲をカバーしますよコムドットバージョンだみたいな感じなんですけどこのクリーピーナッツのブリンバンバンボンっていう曲がですねこっちがねオフィシャルのものでねクリーピーナッツの人が歌ってるこういう曲がありますよっていうのがある むちゃくちゃね話題になっててものすごい再生とかもされてるわけなんですけどこれをカバーしましたとコムドットがやってるんですよねただその、えー、表記があまりにもヤバすぎたということなんですよちょっと記事読んでいきますねえ BBBB、ー、BB のカバー MV のタイトルにツッコミがコムドットは27日クリーピーナッツの人気曲「ブリンバンバンボン」をプレミアム公開しましたこの動画は同日昼頃に公開が予告されておりタイトルは「クリーピーナッツブリンバンンボン」 ボンオフィシャルミュージックビデオコムドットバージョンとなっていましたということでオフィシャル ん人の曲だぞっていう話なんですけどタイトルの中にオフィシャルという文字が入っていたことからコメント欄や X では何がオフィシャルミュージックビデオだよいやオフィシャルって意味知ってるといった声が続出 X のポストは数時間で300万回以上表示されたほど拡散されたものもありましたということでもうツッコミそうツッコミを受けてたわけなんですよねえー、まあ、こんな感じで、まあ、実際にね、えー、過去のスクショみたいなの誰かが上げてくれてたんで、えー、どれかなこれだね ドットがプレミア公開でこれから動画上げますよっていうタイトルねクリーピーナッツのブリンバンバンボンオフィシャルミュージックビデオコムドットバージョンは どういういいことみたいななんでオフィシャルの公式のものがお前たちがあげんだーっていうことで批判殺到してたわけなんですけどオフィシャルの表記を削除ということでこの事態を受けコムドットのリーダーヤマトは27日夜に X を更新ということで、まあ、ここの内容をちょっと直接見ていこうと思うんですけどこのよく援助しているコムドットのヤマトがですね勘違いさせてしまった皆さん申し訳ないですこの MV はオフィシャルではなくあくまでコムドットがクリーピーナッツさんと楽曲にリスペクトを込めてつ 作ったものですと <laughs> リスペクトつ込めて作ってオフィシャルってつけたのえ意味わかんないんですけどタイトルからオフィシャルの表記は取り除きました気合入れて作ったのでたくさんの方に楽しんでもらえたら嬉しいですいやわけわかんないんですけどオフィシャルじゃないのにオフィシャルってつけてたの 意味不明なことをね、こうやって釈明してるんですけど、ちなみにまだ言い訳はしててですね、こちら、決してファンの方を騙したくて、オフィシャルという言葉を使ったのではなく、ビデオを一部オマージュしている部分があったので、この言葉を使いました。まあ、これ何言ってるかさっぱりわかんないんですけど、オフィシャルの意味ってわかってるって。ビデオの一部をオマージュしている、要するにカバーとか、まあ、似せてパロディみたいに作ってるから、だからオフィシャルって使ったんだ。 は <laughs> じゃあ全然オフィシャルじゃねえじゃんみたいな。しかしコメント欄で紛らわしいだとか本家へのリスペクトに欠けるとご指摘をいただき本来の意図とは違った形で皆さんに伝わってしまっていることを認識したのでタイトルを変更しましたってあそれ当たり前だろってオフィシャルって付けたら何か公式で出されてるものなのかなって思いますよねそのアーティストから。でねまたさらに言ってるんですけどこのミュージックビデオの音源はメンバーのアムギリがカバーしています昔から 隣でクリーピーナッツさんの音源を流しながら編集していたり、ライブに行ってめちゃくちゃ興奮する姿を間近で見てきました。彼のクリーピーナッツさんへのリスペクトがこの動画で伝われば幸いですって言って、 言ってるんですけどいやリスペクトししててるならなららおさらオフィシャルって使っ使ちゃダメでしょどういうことってなりますけどね。勝手に人の曲をカバーして、それをオフィシャルって名乗ってるんですよ。人の作品をパクって、それを公式のものだーって名乗ってるんだとしたら、相当ヤバい人たちだと思いますけどね。まあ、そして、このコムドットヤマトといえば、一応ですね、上智大学には入ってるんですよね。超名門ですよね。ただ、退学はしてるみたいなんですけど、中退してて、上智大学といえば、語学 学とか英語とかすごく重要視される大学って聞いたことがあるんですけど、まあ、その大学入っててもオフィシャルの意味は知らなかったみたいなんですよねでいろいろね言っててコムドットが同日に投稿したショート動画によると今回のカバー MV は500万円かけて制作したようですということで、まあ、気合入れて作ったからこれオフィシャルだよって言ってたってことさっぱりわかんないよねでねさらに他の指摘とかもあったりするんですよね唯一コムドットのその擁護するファンの ヒカキンのカバー MV にもオフィシャルの表記がと、え、ヒカキンもやらかしてんのっていうことで、まあ、ヒカキン氏もこうやってね、YOASOBI のアイドルをオフィシャルミュージックビデオヒカキンバージョンということで、自分でね、カバーしてあげてたりするんですよ。あれ、これ、ヒカキンもやばいじゃんっていう話なんですけど、ただ、これに関してはですね、まあ、この記事を見てもいいんですけど、分かりづらいんで、この人が説明してくれてるんですよ。これ同じように見えるけどヒカキンの方は自分 自分のビデオをオフィシャルと歌っているわけではなく夜遊びアイドルのオフィシャルミュージックビデオっていうこういうえ YouTube の曲 ヒカキンンバージョンということらしいということなんでちょっとややこしいですけど夜遊びアイドルオフィシャルミュージックビデオっていうこれが一つの、えー、曲名になってるわけなんですよね、まあ、作品名って感じかそれのヒカキンバージョンだということで、まあ、意味合いが変わってくると対してコムドットの方は別に公式 MV を模しているわけでもないし公式でもないのにオフィシャルをつけてるから反感を買っているということなんですよね、まあ、そのののの公式の方の、えーまあ、この映像とか のものだとこういうタイトルになってるんでどこにもオフィシャルなんてついてないですしなんならこのクリーピーナッツって人がオフィシャルミュージックビデオということで動画を上げてるものは多分ないんだと思うんですよね、まあ、元光が見る限りですねこのアーティストの動画の中にオフィシャルビデオという形で動画が投稿されてるものはなかったんですよねまあ、もしかしたらあるのかもしれないんですけどただ他の人も言っててコムドットやってることやばすぎだろってまだクリーピーすらオフィシャル MV 出してないのに 先にオフィシャルだって言って動画出すん。頭いかれてる。あいつらマジで死んだ方が日本の危機救われるとかっていう風にもね、言われてるんで、まだオフィシャルビデオ出てないんですよ。なのに、勝手に他の人がね、コムドットがね、あの俺たちがオフィシャルだからなーって動画出すんですよ。これやばすぎでしょ。 まあ他の人も言ってて、お前コムドットだよね分かってないのかなって、アンオフィシャルだよねクリーピーナッツじゃないよねって、オフィシャルミュージックビデオじゃないよねおかしいよねまだクリーピーが MV 出してないのにおかしいよね別人がオフィシャルののしっちゃダメだよねっていうことで、あくまでこのクリーピーナッツが出してる映像っていうのは、このテレビアニメとのコラボなわけなんですよね。 まあ普通に考えたら、アーティストが勝手に自分の曲でオフィシャルビデオ名乗られてるんだから、普通ブチギレ案件なわけなんですよ。まあそれぐらいやばいことをしちゃってるということなんですよね。で、最終的に謝罪してる内容が、オフィシャルっていう言葉はちょっとみんなにうまいこと伝わってなかったです、みたいなことを言ってて、いや、オフィシャルは一つの意味しかねえだろうってなっちゃいますけどね。まあということで、いろいろボッコボコにね、そのクリーピーナッツさんのファンから叩かれてるんで見ていこうと思うんですけど、何にせ コムドッットはちゃんとソニーーミュージックに訴えられて欲しいぞーっていうような声が上がってたり他にはこれだけのミスをしたんだから動画公開は控えて削除するべきでしたどうしても広告収入を得たい炎上商法にしか見えませんっていやまあ確かにそうだよねオフィシャルっていうことをつけることによってねまあいろんなファンの人その曲自体のファンの人たちも見るわけだからえオフィシャルなのっていうことで見るとえそれだけでね炎上商法じゃねえかってなっちゃいますよねせこすぎだろうとか 他には、クリーピーナッツにコムドットを訴えてくれへんかなーって、真剣に、マジで真剣にということで、こっちはファンの人からしたら、ふざけんなよってなってるわけなんですよね。とか、他には、コムドット、今度はクリーピーナッツ使って再生数稼ぎかって。てか、いつの間に380万人下回ったんだって、これ、登録者の数でまだ下げ止まってないってわら、再生数も落ちてきたから、ここらでまた炎上商法やっとこかって感じになるんだろうかなっていうふうにね、言われてて。 まあそういうふうにも見えちゃいますよね。登録者がどんどん減ってる。ちょっと炎上商法で稼ごうかーとか、えー、まあ人の有名な曲をそのカバーすることによって再生数稼ごうとしてんじゃねえのかっていうのが、まあ、確かにそういうふうに思われても仕方ないよね。とか、他には、コムドット、クリーピーナッツに許可取ってオフィシャルの MV 出して、バージョンコムドットってしてんのかなっていうことで、まあ、これ炎上してる時きで、えー、これどういうことオフィシャルって。そうじゃないとしたら、公式に対するリスペクトがあまりにもかけすぎていて、 そういういとこだよって感じそれはオタクから嫌われますよっていうことでまあお前らが嫌われてる理由はそういうとこなんだぜっていう風にね言われてたりここでクリーピーナッツ様大変申し訳ありませんでした私がバカでオフィシャルの意味を知らなかったんですって笑い要素を入れながら土下座でもする動画を投稿すれば燃えずに逆に好感度上がるのになって笑いに変えろよっていうようなね意見もあったりするんですけどまあ真剣に結構やばいですけどね 人の曲カバーしておいてオフィシャルって言うんですよ。これ相当やばいことやってるんですよね。まあプライドの塊みたいな人だからやらないだろうけどって。まあ、ということで人の曲をねカバーしておいて自分たちでオフィシャルって名乗ってオフィシャルの意味を知らないコムドットがやばすぎるっていうようなねそんなお話でした。皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います。元つのチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。